フリードリヒ・ルードビヒツーメクレンブルクは、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ一世の、長子。父より先に亡くなったため、大公位を継承できなかった。1815年、メクレンブルク・シュベリーにへ攻め込んだ、ナポレオン軍に抵抗し、将軍として、指揮を取った。メクレンブルク公使であったフリードリヒ・フランツと、ザクセンゴー・タールテンブルク公女、ルイーゼの第一子として、 ルードビヒスルストで生まれた。1785年、父の行位継承によって継承予定者となった。ウィーン会議で、ロシア皇帝アレクサンドル一世の同盟者となったために、メクレンブルク・シュベリーンは大公国に昇格した。わずか41歳で亡くなり、政治に関わることが少なかったために、フリードリヒルードビヒの肖像画は、非常に少なく、長い間忘れられていた。 フリードリヒ・ルードビヒは1819年に亡くなり、かつて、ロシア正教会の礼拝堂であったエレナ・パブロブナ、霊病に埋葬されている。1799年10月、サンクト・ペテルブルクで、ロシア大公女、エレナ・パブロブナと結婚した。1803年に急成したエレナとの間にはシが生まれた。1808年、愛称、ルイーゼ・アーレンスとの間に、 諸子フリードリヒカールプジョ賞を設けた。1810年7月、ザクセンバイマルアイゼナ派大公女、カロリーネルイーゼと結婚した。カロリーネルイーゼとの間に賛子を設けた。1816年に、カロリーネルイーゼと死別後、1818 18年4月に、アウグステフォンヘッセンホンブルクと結婚した。子供はいなかった。ありがとうございます。